二人のエーケスが新たに異界に現れた。群がる敵を追い払い、二人を仲間にしてみせよ。曹操の期待に応えるため、純育は戦場へと赴く。彼の頭の中にはすでに純育殿、美酒はこちらに置いておけばよろしい。はい。私は本当にお役に立てるのでしょうか。もちろんです。この戦、皆様の協力なくして勝利は得られません。さあ。下手を打てば彼の将来は去ってしまうでしょう。いや、どうか私の指示通りに動いてください。戦場中央に大軍と対峙している英傑がいる。圧倒的な劣勢だ。すぐに助けなければ。いえ、あの位置と敵の陣形を見るな。お待ちください。手出しは厳禁です。相手は小勢だ。そのまま押し潰す。後方部隊は南の城を押さえる。城を取られては英傑の策が成り立ちません。敵が迫る前に倒してしまいましょう。こっちは撃っちまっていいんだな。槍の股だ。捨てるぜ。素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えること、心より嬉しく思います。この戦の目的は仲間を増やすことです。戦場にいる逸材は誰一人として失ってはなりません。誰かが死ぬ、死にかける無口づけの命。あいつまだ潰れぬか。北に回り込む。後方から奇襲をかけ。あちらに行かれるのはまずいはず。急ぎ撃破してください。常に冷静で的確な判断を下される。純育様とお味方で本当によかった。ワクワクするね。ここはどきだ。さあついてきな。なんという屈辱。余計な世話をしよう。準備は良いな。かかれ。なんだ。今やりにかけ、来たれ水流。敵を釣り合い、伏兵で仕留める。見事な戦法ですね。これが島津の釣りの癖だが、お主の手から知らぬとでも思う。目端の利く奴は嫌いではない。誰か誰、これは鬼島津が手を貸すのだ。ただ勝つのみ。南順の記憶は、お主だって。ジョンは太い。似たような身なりの男はこの戦場にいるぞ。士官の誘いのことは知らぬとあって、元の世界で仕事付けだって、まだ生かしてる。きっと私のよく知る方でしょう。こんなこともあろうかと、手土産を用意しています。そうですね。お市殿、お願いしてもいいですか。これを城にいる彼のもとへ届けてください。はい、私でよければお引き受けいたします。
方の釣りのぶせかよ。間近で見るとすげえ迫力だぜ。純育のやつ釣りのぶせを読んで指示してたのか。やっぱ王佐の才ってのは伊達じゃねえ。貨幣を持って大軍を撃つ。見事だ。私には到底真似できない。レイエ、敵の増援がこちらに近づいている模様。なるほど、今いる敵は先行。主力が来れば武将を介入する余裕はなくなります。まだまだ。武勇とて引けは取らん。最高だね。なんと圧倒的な力。見上げた野郎だぜ。お前はなんて先までも見透かす純育殿の才。我が一族諸葛亮殿に匹敵するかもしれん。お前の相手は私だ。なんと勇ましき敵か。ここは私が出るしかなさそうだ。いざ参るぞ。エハチコリアリチ。私がなすすべもなく負けろ。俺の無双。先ほど撃った手、まだ祈らないのでしょうか。見てろ。おや、俺はまた随分と美しい姫君だ。それに私好みの美酒をいただけるとはありがたいね。さては、純育殿の差し金かな。やれやれ、もう少し羽を伸ばしたかったけれど、やっとお会いできましたね、閣下殿。頼りはお待ちです。その際お役立てください。熱いのは残念だね。もう少しゆっくりしたかった。さっさと働かないといけないよ。ワクワクするね。ここをどきな。無事か。オーレーメン、今より参戦する。敵の増援とは、あの大軍我らだけで立ち向かえるのだろうか。再会を懐かしむのは後にしましょう。吉弘殿、どうかお力添えを。閣下殿、あなたです。エハチコリニアリ。敵の動きを見せ、北と南の両面からこちらを包みつつ、北の大軍は義弘殿に足止めしてもらう。その間に主力は南の敵を殲滅してくれるかな。鬼は七に赴け、まずは満足。実はこのようなものも用意しておった。実に満足。良き戦であった。勝利を飾れたことだし、今夜は新たな仲間と飲み比べといこうか。改めてよろしくお願いします。何を言う。わしの動きはお主には。いえ、そんなことはありません。味方の協力と皆さんの優がなければ
ことはうまく運ばなかったでしょう。己の才能におごらず、どこまでも謙虚か。純育殿、変わりないようだね。そ、角下殿こそ相変わらずですね。お会いできて嬉しく、さ、皆さんが大爆死、参ろうか。各方向、勝利は確定。俺は執着。戦場を混沌で染め上げてやろう。